アクロンはアメリカ合衆国オハイオ州北東部に位置する都市。クリーブランドの南約 55km に位置する。人口は199,110人で、オハイオ州ではコロンバス、クリーブランド、シンシナティ、トレドに次ぐ第5の都市である。アクロンに軍庁を置くサミット軍およびその東に隣接するポーテージ軍の2軍からなる都市圏は70万3,200人の 人口を抱えている。より広域的には、アクロンはクリーブランドの広域都市圏に含まれており、その人口は350万人を超える。アクロンは1825年に創設され、その初期から運河交通の要所となり、様々な産業が起こった。南北戦争前後から20世紀初頭にかけては、北軍の食料となったおうつむぎのバー、全米発のパトロールカー。 用土を添加した食塩など、次々と発明品が生み出された。同じ頃、グッドリッチ、グッドイヤー、ファイアストン、ゼネラルタイヤとタイヤメーカーが相次いで創業し、これらタイヤメーカーが労働者用の住宅地開発に当たったこともあって、1910年代の10年間で人口は3倍増、工業都市として高成長を遂げたアクロンは世界のゴムの都と呼ばれた。 20世紀も後半に入ると、タイヤメーカーは、買収や移転で、次々とアクロンを離れ、グッドイヤーを残すのみとなったが、残された研究インフラの存在によって、アクロンは、ポリマー産業の中心地へと変貌を遂げてきている。産業面以外でも、アクロンは、革新的な出来事が多く起きた街であった。1847年には、今日全米で標準となっている K12 の、 学年性教育の先駆けとなったアクロン学校法が成立した。南北戦争前夜には、ジョン・ブラウンがアクロンを事業活動の拠点とし、元奴隷であったソジャーナトゥルースが奴隷制度廃止と女性の権利を訴える演説をアクロンで行った。全米で初めてアルコール依存症が疾患として認められ、治療が行われ、アルコホーリクス・アノニマスが発症したのもアクロンであった。 アクロンの最初の区画1811年、現在のアクロン市では、ブフテルアベニューとブロードウェイストリートの交差点がある、あたりに、コネチカット土地会社の測量家ポール・ウィリアムズと、コネチカット西部保留地の将軍サイモン・パーキンスが入植し、当時掘削中であった、オハイオエリー運河の最高点であった、この地に入植地の創設を提案した。入植地の名は、ギリシア語で、 頂上もしくは高いところを意味するカッパローニューから付けられた。その後1825年、現在のサウスアクロン地区に相当する地域が区画され、オハイオンガの屈作に携わったアイルランド系労働者たちの小屋、およそ100棟がその近くに建てられた。その後、1833年にはエリアキム・クロスビーがノースアクロンを創設し、1836年に サウスアクロン、ノースアクロンの二つが合併して、アクロンという一つの村として、正式に法人化された。1840年、ポーテージメダイナ、及び、スターク各軍のそれぞれ一部を分割、再編する形で、サミット軍が創設されると、翌1841年には、サミット軍議会がカヤホガホールズを、軍庁所在地に指定したが、 衆議会がこれを覆し、軍庁所在地は住民投票に基づいて決めるようにと差し戻した。その結果、軍庁はアクロンに置かれることになった。その頃、アクロンからペンシルベニア州ビーバーへと通ずるペンシルベニア安藤ハイオンガが開通し、石器、下水管、漁具、農作業道具などの産業が起こった。1847年にはアクロン学校法が成立し、 今日では、アメリカ合衆国全土で用いられている、K12 の学年制による教育の先駆けとなった。南北戦争前夜のアクロンでは二人の著名な奴隷制度廃止運動家が活躍した。1844年、ジョン・ブラウンは共同事業者であったサイモン・パーキンスの豪邸と、道一本を隔てた対面側に、自身の家を移し、アクロンを事業活動の拠点とした。 1851年には、オハイオ女性の権利大会が、アクロンで開催され、ソジャーナトゥルースが、原稿なしで、後に、私は、女ではないのと名付けられることになる演説を行った。アクロン大学のキャンパス内に立つジョニアール・ブフテルの像1870年、地元実業家にして、白愛主義者であったジョニアール・ブフテルの出資で、アクロン大学の前身となる。 ユニバーサリスト協会系のブフテル・カレッジが創立した。また、この頃、ルイス・ミラーとウォルター・ブライスの二人の白愛主義者と建築家、ジェイコブ・スナイダーは、アクロン・プランというデザインパターンを確立し、1872年に初めてこの様式を用いて、アクロンのファーストメソジスト監督協会堂を建てた。その後、第一次世界大戦時に至るまで、改修派、 バプテスト、長老派などの多数の教会道がこの様式を用いて建てられた。南北戦争と前後して、アクロンでは次々と発明品が生まれ、近代的な産業も起こっていった。フェルディナンド・シューマッハーは1856年に工場を買収し、大紬のバーを大量生産し、南北戦争時には北軍に供給した。南北戦争の終結後も、 このバーに対する需要は高いものとなった。1883年には、地元のジャーナリストが、アクロントイカンパニーを設立し、近代的な玩具製造事業を始めた。翌1884年には、サミュエル・シー・ダイクが粘土製のビー玉を大量生産に乗せた。これらのほかアクロンでは、ゴム風船、アヒルの玩具人形、ボール、馬車の干渉装置、 茶色の小瓶などが発明された。1895年には、アクロンとクリーブランドを結ぶ全長35.5マイルのインターアーバン、アクロン・ベッドフォードクリーブランド鉄道が開通した。1899年には、市当局は地元警察に全米発となるパトロールカーを配備した。1916から20年にかけては1万人の 女学生が食塩に用土を添加することで工場選手を予防する後にアクロン実験として知られることになる実験に参加した。この実験は成功を収め後に世界中で用土欠乏症による工場選手を激減させることにつながった。ボストンデイリーグローブ氏はこの頃アクロンをサミットシティと呼んだ。1900年8月21日。 黒人男性が6歳の白人少女に性的暴行を加えたとして逮捕され、欲朝自白した。すると、地元新聞紙は自白を誇張して書き立て、自然体に極度の憤怒と憎悪を煽り立てた。やがて22日夜、事態は暴動へと発展した。この暴動で、市政府の庁舎は消失し、死者2人を出し、鎮圧には、周辺の動員を要した。暴動の最中、 この黒人男性は、クリーブランドへと護送され、24日に弁護士なしで、裁判にかけられ、無期懲役刑に処せられた。その後1913年、この黒人男性は、公正な裁判を受けられずに服役させられたとして、州知事に恩赦された。グッドイヤー本社工場アメリカ合衆国に、1870年に創業したグッドリッチを、皮切りに、 1898年創業のグッドイヤー、1900年創立のファイアストン、そして1915年創立のゼネラルタイヤと4社のタイヤメーカーが相次いで創業し、本社をアクロンに置いた。これらのタイヤメーカーは膨れ上がった住宅需要に応えて住宅地を開発し、労働者用の安価な住宅を建てた。グッドイヤーの創業社長、フランク・セーバーリングは、 自社従業員用の住宅を建てるべく、グッドイヤーハイツ地区を開発した。同様に、ハーベイファイアストーンは、ファイアストン・パーク地区を開発した。1917年、グッドイヤーは、誤会社グッドイヤー・ツェッペリンを創立し、ツェッペリンが多飛行船の建造を開始した。同社の建造した飛行船はまず、第一次世界大戦において、敵地の爆撃及び偵察に用いられたが、 その一方で、同社も自社製品の宣伝に用いていた。第二次世界大戦中には、同社は104隻の軍用飛行船を建造した。第二次世界大戦終結後は、同社の飛行船はもっぱら宣伝に用いられた。飛行船のうち一隻は当地にちなんで、アクロンと命名された。1910年代の10年間で、アクロンは人口増加率2 1 8を記録し、 全米で最も高い成長を遂げた都市となった。1920年の国勢調査では、アクロンの人口は20万8435人を数え、全米で32位。州内では、トレドやコロンバスに肉薄した。当時のアクロンの人口の約1、3割民、もしくはその子孫で、その中には、クラーク・ケーブルもいた。1928年には、アクロンは、 住民投票の結果に基づいて、研磨を合併し、その人口をさらに増やした。しかし、工業都市としての高成長の陰で、労働問題も起きた。劣悪な環境で、低賃金での労働を強いられていた、アクロンのタイヤ工場労働者は、1935年に、ユナイテッドラバーワーカーズという労働組合を立ち上げた。翌1936年、グッドイヤーが、 賃金カットと増産の計画を発表すると、同社の労働者はこれへの抗議として、工場内での座り込みによるストライキを行った。工場を占拠されたため、いわゆる、スト破りの労働者を臨時に雇って、生産を続けることもできず、経営側は、工場施設の破壊を恐れて警備員を派遣することにも消極的にならざるを得なかった。市長は警察を動員して、 事態の収集を図ったが、警官が出動を拒否した。やがて、グッドイヤーは、ユナイテッドラバーワーカーズを認め、より労働者側に有利な条件での労使交渉に臨まざるを得なくなった。第二次世界大戦後の1950年代、モータリゼーションに伴うタイヤの需要増加で、アクロンは20世紀前半に比較するとその速度は鈍化したもののさらに成長し、1960年には、 人口29万351人でピークに達した。しかし、その後はラストベルト内に位置する他の多くの工業都市と同様にアクロンは衰退し、人口は減少に転じていった。アクロンの地域経済を支えたタイヤ製造業も買収などによってアクロンの街を去り、21世紀に入るまでアクロンに残ったのはグッドイヤーただ一社のみとなった。 グッドイヤーポリマーセンターしかし、タイヤ製造業は、アクロンの町に研究インフラという遺産を残した。この研究インフラの存在によって、アクロンは、タイヤやプラスチックのみならず、潤滑剤や、超強力繊維、液晶ディスプレイにも応用される、ポリマーの街へと変貌を遂げている。21世紀に入り、アクロンは400社のポリマー関連企業が集中する。 ポリマーバレーの中心都市となり、アクロンの地域内だけでも94社が立地している。アクロン大学のキャンパス内には、グッドイヤーポリマーセンターが立地し、研究者がハイテク分野への応用を目指して、研究を進めている。また、2007年には、アメリカ合衆国の都市としては初めて、アクロンはドイツのシュマックバイオガス社と共同で、下水道のヘドロからバイオガスを生成し、 発電する施設が建てられた。この施設で生成されたバイオガスはメタンを約60%二酸化炭素を約35%含んでいる。2008年にはアクロンは3度目の全米都市賞を受賞し、これを契機にシティオブインベーションと呼ばれるようになった。2008から12年にかけては、長年の工業都市化の間に、事情能力を失い、ドブが沸かし、 下流のカヤホガ側の水質悪化の現況ともなっていた、リトルカヤホガ側の改修が行われ、水質が改善した。しかしその一方で、4年生大学は愚か、コミュニティカレッジやテクニカルカレッジの卒業率すら低く、技能のある労働者が不足しているなど、問題も抱えている。アクロンは、北緯41度4分23秒、整形81度31分4秒に一致している。 市は、古代湖地域のオハイオ州北東部、エディー湖岸からは南へ約6 3トル州北東部の中心都市であるクリーブランドからは南へ約5 5トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、アクロン市は総面積161.54平方キロメートルである。そのうち160.66平方キロメートルが、 陸地で0.88平方キロメートルが水域である。総面積の0.55%が水域となっている。地域はアルゲーニー大地の庭園に位置しており、その地形は起伏に富んでいるため、標高は地域によって異なるが、ダウンタウンの標高は306メートルである。アクロンの気候は四季がはっきりしており、特に冬の厳しい寒さと降雪に特徴づけられる。 大陸製の気候である。最も暑い7月の平均気温は約摂氏22度、最高気温の平均は約摂氏28度で、日中摂氏32度を超えることは平年で月に1から2日程度である。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏3度、最低気温の平均は氷点下摂氏7度で、月のほとんどの日は気温が氷点下に下がる。 降水量は1年を通じて、ほぼ平均しており、月間70から110ミリメートル程度であるが、当期の1月2月は、やや少なく、月間55から65ミリメートル程度である。年間降水量は1000ミリメートル程度である。また、当期の12月から3月にかけての、月間降雪量は20から27センチメートル、年間降雪量は120センチメートルに達する。 結編の気候区分では、アクロンは、中西部の大部分に分布するアカン体湿潤気候に属する。ファーストメリットタワーアクロンのダウンタウンは西に、修道59号線、東に、修道8号線、北にリトルカヤホガ川、南に、周回高速道路、I、I-76、77に囲まれた地域に形成されている。起伏に富む地形のため、 アクロンの街路はダウンタウンにおいても複雑に入り組んでいる。ダウンタウンにおいて東西に通る通りはメインストリートを境に西と東に、また南北に通る通りはマーケットストリートを境に北と南に分かれている。ダウンタウンの東側にはアクロン大学のキャンパスが広がっている。アクロンで最も高い建物はダウンタウンのミルストリートとメインストリートの南東か このアールデコ様式の長ファーストメリットタワーは2007年に国家歴史登録罪に登録された。オハイオ州、サミット郡、及びアクロン市の政府機関が入った合同庁舎、アクロンは市長制をとっている。市長は市の公式な庁であると同時に行政の最高責任者であり、維持議会の採択した法令、条例の施行に予算案の作成及び、 市議会への提出、3市の財政状況及び要望の市議会への報告、4市職員の任命及び、罷免、5市政府各局の管理、監督、6市が関与している、もしくは契約している事項についての条件の閲覧、及び7条例の導入及びその議論への参加について、権利を有し、また義務を負う。市長は、全市からの選挙で選出され、その任期は4年である。 多選には特に制限は設けられておらず、例えば、1987年に市長に就任したドナルド・プラスケリックワナナ戦2015年5月31日に辞任するまで28年間にわたって市長を務めた。市の立法機関である市議会は13人の議員からなっている。そのうち10人は市を10区に分けた小選挙区から1人ずつ選出され、 残りの3人は全市から選出される。市議会議長は議員の中から選出される。また、初期官は市議員とは別に市議会によって任命される。小選挙区選出、全市選出のいずれであっても市議員の任期は4年である。アクロン市系のパトロールカーアクロンの治安は、同じ州北東部のクリーブランドやヤングスタウンよりは、よく C 級プレス社参加。 モーガンクイット農社による全米の危険な都市ランキングでもワースト25に入ったことはないが全米ではあまり良い部類には入らない。同社の2015年のレポートではアクロンは対象441都市中54番目に危険であるという結果であった。州内の他の対象都市と比べるとアクロンの治安はクリーブランドよりは大幅に良くシンシュナティやデイトンよりは かなりよく、トレドよりは、やや良く、コロンバスよりは、やや悪い。アクロンを中心としたサミット軍は、メダンフェタミンの乱用が頻繁に起こっており、オハイオのメダンフェタミンの都と呼ばれてきた。アメリカ合衆国麻薬と。2004年1月から2009年8月の間、サミット軍は、州内で最も多くの場所が、メダンフェタミン使用場所として登録された軍であり、そのほとんどは、 アクロン市内である。当局は、メキシコから流入する麻薬の取り締まりが強化されたのに、伴って、地元で違法薬物を生成するようになったことが、原因と見ている。これに対し、当時アクロン市長であったドナルド・プラスケリックは2008年、メタンフェタミン撲滅に向けて、アクロン市系となお一層の協力関係を築いていく、声明を出した。建設中のグッドイヤー本社新社屋、 アクロンにはフォーチュン500に入る企業2社グッドイヤー及びファーストエナジーが本社を置いている。グッドイヤーはアクロンのみならずアメリカ合衆国を代表する、そしてブリジストン及びミシュランと共に世界3大に数えられるタイヤメーカーで1999年10月まではダウ工業株30種平均の構成銘柄の一つでもあった。 20世紀中盤までアクロンの地域経済を共に支え、アクロンを世界のゴムの都と呼ばせしめた他のタイヤメーカーが買収や移転で次々とアクロンを去る中で、同社はただ一社アクロンに残った。同社は2013年、老朽化した本社旧社屋から i-76 を隔てた南側に新社屋を建て移転した。ファーストエナジーは1997年に オハイオエジソンがセンテリアを九州合併したことにより設立された電力会社で、その後 GPU とアルゲーニーエナジーを合併して全米最大の電力会社となった。また、同社はダー公共株15市を構成する銘柄の一つでもある。同社はその参加に10社の電力会社を持っており、オハイオ州をはじめ、ペンシルベニア、ウェストバージニア、バージニア、メリーランド、 ニュージャージー及びニューヨークの7州にまたがる17万平方キロメートルを超える地域に600万棟以上の顧客を持っている。その他には手の消毒剤メーカーであるモジョインダストリーズ、熱化素性エラストマーのアドバンストエラストマーシステムズ、ファーストメリット銀行、プラスチック及びタイヤ修理用品メーカーのマイヤーズインダストリーズ、地元雑貨店チェーンのアクメフレッシュマーケット、 および宝飾品小売りのスターリング・ジュエラーズがアクロンに本社を置いている。また、ブリジストンは2012年、研究開発施設を備えた技術センターをアクロン市内に建て、同社の製品開発部門をこの技術センターに移転した。また、クリーブランドに本社を置く地元銀行キーバンクは、ダウンタウンにアクロン地域本店を置いているほか、市内に5店の支店を置いている。 ポリマーバレーの120世紀も後半に入り、1970年代以降になると、それまでアクロンの地域経済を支えていたタイヤメーカーは次々とアクロンを去っていったが、残された研究インフラの存在によって、アクロンはハイテク産業にも応用されるポリマー産業の街へと変貌を遂げた。1980から90年代にかけてサミット群を中心にマホニング、 スターク、ポーテージ、トランブル、及びコロンビアなど州北東部6群にまたがる地域には新たにポリマー関連企業が流入し、一帯はポリマーバレーと呼ばれるようになった。アクロン大学やケースウェスタン、リザーブ大学はポリマーの世界的研究者を要し、またこの地にポリマー技術者を輩出するようになった。また、地元の高校においてもポリマー製品の製造が 学べるようになった。もともと天然資源や交通手段に恵まれていたところに研究、教育環境が充実したことが加わって、オハイオ州のポリマー産業の45%がポリマーバレーに集中し、州内のみならず全米的にもポリマー産業の中心地としての認知度が高まってきている。ポリマーバレーに立地するポリマー関連企業は400社を数え そのうち94社はアクロン市内に集中している。アクロンは地域の医療の中心地にもなっている。ダウンタウンの東に立地するアクロンシティ病院から修道8号線を隔てた西側に広がるアクロン大学のキャンパス、そのすぐ西に立地するアクロン小児病院、そしてそのさらに西、修道59号線沿いに立地するアクロン総合医療センターを結ぶ線は、 市当局が2010年にバイメリケルコリドーと定めており、医療や関連する研究開発及び人材育成に、地区内の土地、建物や施設を用いることを奨励している。1914年に開院したアクロン総合医療センターは、もともと州内で10位以内に入る評価を受けている病院であった。2015年、動員を持つ医療法人アクロン総合保健システムは、 全米でも5本の指に入る評価を受けている病院、クリーブランドクリニックの参加に入った。アクロン小児病院は1890年に保育園として始まったが、やがて州北東部最大の小児科専門病院へと発展していった。1974年、同院の医師、ハワード・インゲル及びアーロン・フリーマンは、世界で初めて、火けどの治療に用いるための人間の皮膚を実験室で、 培養することに成功した。動員は US ニュースワールドレポート誌の病院ランキングでは7つの診療分野で全米50位以内に入る評価を受けている。アクロンシティ病院は1892年に開院した病院で、現在では重症の患者に対し24時間体制で救急医療を施すことのできるレベルアイのトラウマセンターに指定されている。一方、 セントトーマス病院は、カトリックのクリーブランド市教区の婦人改修、シスターズ・オブ・チャリティーズ・オブ、セント・オーガスティンが1922年に設立した病院である。同院は、全米で初めてアルコール依存症を疾患として認め、その治療を始めた病院で、アルコホリックス・アノニマスの発症の地でもある。病院は1989年に合併し、サンマ保険システムとなった。 同システムは、その後、南西港のバーバートンに立地するバーバートン病院を加え、バイブラヘルスケアとの合弁でアクロンシティ病院の東隣にリハビリテーション病院を、またウェスタンリザーブ病院パートナーズとの合弁で、カヤホガホールズにウェスタンリザーブ病院をそれぞれ開院した。アクロン関東地域空港アクロンに最も近い商業空港は、 ダウンタウンから南東へ 18km、アクロンと関東の中間に立地するアクロン関東空港である。この空港には、デルタ航空とユナイテッド航空のほかサウスウエスト航空、US a アウェイズおよびアレジャイアント航空が就航しており、16都市、17空港への直行便がある。この空港は、 アクロン関東両都市圏の空港であるのみならず、クリーブランド都市圏の第二空港という位置づけにもなっている。より規模の大きな空港としては、クリーブランド都市圏の第一空港で、クリーブランドのダウンタウンの南西 17km、アクロンのダウンタウンからは北西へ、約 60km に立地する、旧コンチネンタル航空のハブ空港であった、クリーブランドホップキンス国際空港がある。 ダウンタウンの南東約7キロメートルに立地するアクロン・フルトン国際空港は移民、関税執行局の施設を持っており、そのため国際空港としての要件を満たし、空港名にも国際空港とついているものの、実態はゼネラルアビエーション空港である。アクロンでは I-76 と I-77 の2本の週間高速道路が交わる。 I-76 は西へは、メダイナの南で I-71 に接続し、アクロンからクリーブランドを経由することなく、コロンバス、シンシナティ方面へと至る、短絡路としての役割を果たしている。一方、東へは、ヤングスタウンを経由して、ペンシルベニア州に入り、ピッツバーグ・ハリスバーグ・フィラデルフィア方面へと至る。I-77 は、 オハイオ州東部を南北に縦断する高速道路で、北へはクリーブランドのダウンタウンで I-90 に接続し、南へはウェストバージニア州の州都チャールストンやアパラチア山脈を越えてシャーロット方面へと至る。この2本の週間高速道路の共用区間は、ダウンタウンの南を東西に通っており、ダウンタウンには週間高速道路は通っていないが、 I-77 の延長線上、ダウンタウンの東を通る修道8号線、及び I-76、I-77、共用区間から、ダウンタウンの西を通る修道59号線が共に高速道路規格になっている。修道8号線はダウンタウンから北へも高速道路規格になっており、かやほがホールズと北港とダウンタウンを結ぶ役割も果たしている。 ダウンタウンの北には、カヤホガバレーシーニック鉄道のアクロンノースサイド駅が立地している。この鉄道は、もともとは1880年に、関東の南、タスカワラスバレーから、アクロンやクリーブランドに石炭を運ぶために敷かれ、沿線の旅客輸送も行っていたバレー鉄道であった。しかし、20世紀も後半に入ると、旅客、貨物とも自動車がその主役を担うようになり、 この鉄道を用いた輸送は下火になっていった。その後、1972年にこの鉄道の線路、アクロンインターモーダルトランジットセンターアクロンにおける公共交通機関は、アクロン都市圏地域交通局の運営する路線バス網が主となっている。この路線バス網は35系統を有し、アクロン市内のみならず、サミット群内を広くカバーしている。 同局の路線バス網の中心となっているのは、ダウンタウンに立地するアクロンインターモーダルトランジットセンターである。このトランジットセンターは2009年に設置されたもので、使用電力の1、3をソーラーパネルでまかない、また受熱を冷暖房に利用するなど、環境に配慮した設計になっている。また、関東を中心に、スターク軍内をカバーする、スターク地域交通局は、 アクロン関東漁師のダウンタウンを I-76 経由で結ぶバスを毎時1本運行している。また、ケントの路線バスも運営するポーテージ地域交通局はアクロンとケントを結ぶバスを運行している。サーテとパルタのバスもアクロンインターモーダルトランジットセンターに発着する。また、アクロンインターモーダルトランジットセンターはグレーハウンドやバロンズバス、 ゴーバスのバスターミナルも兼ねており、ワシントン DC 方面と、クリーブランドデトロイトシカゴ方面とを結ぶ、グレーハウンドのバスや、クリーブランドとアセンズウェストバージニア州、パーカーズバーグ方面とを結ぶゴーバスのバスが停車する。アクロン大学アクロン大学は、ダウンタウン北東部に218エーカーのキャンパスを構えている。同学は1870年に、 ユニバーサリスト協会系の私立大学、ブフテルカレッジとして創立したが、1913年に市に移管され、1967年2州に移管された。1988年には、同学はそれまで教養学部にあった、ポリマー科学科と工学部にあったポリマー工学科を分離、統合する形で、世界で初めてポリマー科学、工学部を創設した。 同学は総合大学とコミュニティカレッジの役割を兼ねており、31の準学士、96の学士、80の修士、20の博士、2つのジュリスドクターの学位プログラムを有しているのに加えて、81のサーティフィケートプログラムを提供し、学部に約2万千人、大学院に約3600人、プロフェッショナルスクールに約400人の学生を、 抱えている。また、同学のスポーツチーム、ジップスは NCAA のディビジョン I のミッドアメリカンカンファレンスに所属し、男子七種目、女子十種目で競っている。アクロンサミット軍公立図書館本館アクロンにおける k 1二課ほどは、アクロン公立学区の管轄下にある公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校三十校、中学校九校、 高校休校を有し、約2万2千人の児童、生徒を抱えている。2013年には、グッドイヤーの旧社屋を利用した小中一貫のチャータースクール、アクロン予備学校が開校した。このほか、アクロンには、レブロン・ジェームズの母校であるカトリック系の、セント・ヴィンセントイコール・セント・メアリーズ高校など、私立の学校もある。アクロンサミット軍公立図書館は、 ダウンタウンの本館のほか、軍内17カ所に主館を、そして移動図書館を持っている。同館は1874年に設立された。同館は書籍、CD、DVD を合わせて190万点を所蔵している。2015年、同館はライブラリージャーナル誌の図書館格付けで4つ星に認定された。アクロン美術館、アクロン美術館はダウンタウン。 ハイストリートとマーケットストリートの南東角に立地している。同館は1922年にギャラリーと芸術教室を兼ねたアクロンアートインスティチュートとしてアクロンサミット軍公立図書館休館の地下で開館した。その後1960年代以降芸術教室よりも美術品の収集に力を入れるようになり、1980年にアクロン美術館に改称。 翌1981年には改装された旧郵便局に転し、2007年にはジョン・エスジェームズ・エル・ナイト・ビルディングを加えて増床した。2015年には道館南側のオープンスペースに野外ギャラリーでもあるバドスージー・ロジャース・ガーデンという庭園が開園した。同館の収蔵品は年代的には1850年代から2000年代まで、ジャンル的には 風景画、肖像画から、抽象画、ポップアートまで、そして、絵画、写真、彫刻、版画と多岐にわたっており、館内のみならずオンラインでも展示、公開している。スタンハイウェットホールガーデンズダウンタウンの北西、約5キロメートルには、スタンハイウェットホールガーデンズが立地している。70エーカーの敷地に立つ、このチューダーリバイバル様式の家屋は、 もともとは1912から15年にかけて建てられたグッドイヤーの創業者フランク・セイバーリングの豪邸であった。家屋は博物館として、また庭園及び温室も一般に公開されている。また、馬車庫は公道になっており、企業の行事や結婚式などに使われている。スタン・ハイウェット・ホール・ガーデンズは1975年に国家歴史登録材に また1981年には国定歴史建造物にそれぞれ登録された E.J. トーマス演技芸術ホール E.J. トーマス演技芸術ホールはアクロン大学のキャンパス内に立地しているこのホールは1973年にアクロン大学と地元有志によって建てられたもので同学の学生及び教職員が利用するほか地元オーケストラのアクロン公共楽団の本拠地にも なっているこのホールは3階層に分かれて配置された2955席を有し、年間集客数40万人を数える。ダウンタウンのチャーチストリートとメインストリートの突き当たりには、アクロンシビックシアターが立地している。この劇場は1929年に、マーカスローによって建てられ、当初はローズシアターと呼ばれた。2001年6月から翌2002年11月に、 かけては、老朽化した施設の全面的な改修が行われた。アクロンシビックシアターは、1973年に国家歴史登録罪に登録された。また、アクロンシビックシアターの南西に隣接する第三高門公文公園には、野外劇場があり、メモリアルデーからレーバーデーまでの各期間中、80以上のコンサートなどのイベントが行われる。毎年大晦日の夜には、 第三公門公園東側のメインストリート主会場に、アクロン美術館、シビックシアター、公立図書館本館、ジョン・エス・ナイトセンター、サミット・アート・スペース、グレーストーン・ホール、およびジオン・リューテル協会など、ダウンタウンの各省副会場として、ファーストナイト・アクロンという年越しイベントが行われる。主会場及び各副会場では、コンサートや映画の放映、 その他演技芸術の講演などが行われる。そしてイベントの最後、1月1日の午前0時になると花火が打ち上げられる。フェルディナント・シューマッハー現代アメリカ合衆国の食文化を代表するもののいくつかはアクロンで生まれた。1851年にドイツからアクロンに移入荷したフェルディナント・シューマッハーは、この地で雑貨屋を始めたが、その商品のうちの一つである。 大紬だけはどうしても売れ行きを伸ばすことができなかった。というのも、当時のこの地においては、大紬は人間の食料としてではなく、家畜の餌として栽培されていたに過ぎなかったからで、あった。そこでシューマッハーは1854年、大紬を砕いて、一ンスの正方形に成形した。これが、オートミール、ひいてはシリアル食品の誕生であった。 こうして食べやすくした大紡ぎは芝叩く間に広がり、1856年には工場を買収して大量生産を始め、南北戦争時には北軍の食料にもなり、大紡ぎの需要は膨れ上がった。終戦後、シューマッハーのさらなる研究によって、大紡ぎのフレークも生み出され、全米でヒット商品になった。やがてシューマッハーは、 クエーカー・オーツ・カンパニーの前身の一つである、アメリカン・シリアル・カンパニーの初代社長に就任した。諸説ふんぷんではあるものの、ハンバーガー発祥の地の一つに挙げられているのが、アクロンである。1885年、チャールズとフランクのメンチズ兄弟は、ニューヨーク州聖誕のエリー軍、バッファローナ港のハンバーグ村で開かれた、エリー・カウンティ・フェアで、ソーセージパティを挟んだサンドイッチを調理、 販売していたところ、ソーセージパティが足りなくなり、しかし地元の生肉店でも豚ひき肉を調達できなくなって仕方なく、当時は格が下がるとされた牛ひき肉を使い、味を整えるためにコーヒーの粉末やブラウンシュガーを入れたパティを焼き、挟んで出したところ、これが好評となった。フランクが客から料理名を尋ねられた時に、 見上げたバナーに記されていたハンバーグという村の中から、とっさに、ハンバーガーと答えた。これが、ハンバーガーの始まりだとしているのが、アクロン説である。このことから、アクロンでは毎年8月中旬に、第3公門公園で、全米ハンバーガー祭が開かれる。毎年2万人以上が来場する、このイベントでは、出店したハンバーガー店が腕を競い合うほか、10分の、 制限時間内にどれだけハンバーガーを食べられるかを競うハンバーガー大食いコンテスト、ケチャップで満たされたビニールプールの中からハンバーガーを口のみでつかみ取りするボビングフォーバーガーズ、ハンバーガーフェスティバル、クイーンページェントというミスコンテストなどのコンテストやコンサートが行われる。キャナルパークアクロンには北米4大プロスポーツリーグのチームは置かれていないものの、その下部のチームは置かれている。 野球のアクロン・ラバーダックスは、クリーブランド・インディアンス参加の A 級マイナーリーグチームであり、イースタンリーグ西地区に所属している。ラバーダックスはダウンタウンに立地する、キャナルパークを本拠地としている。市の南端に立地する、ファイアストン・カントリー・クラブでは、毎年プロゴルフのブリジストン招待選手権が開かれる。1999年により、この大会は、 世界ゴルフ選手権の一つとなっている。そしてアクロンはソープボックスの競技会オールアメリカンソープボックスダービーの開催地でもある。この大会は1934年にデートンで始まったが、翌1935年ソープボックスのレースに適した起伏に富む地形を理由にアクロンに移った。アクロンでの最初の大会は行動で行われたが、 翌1936年、アクロン・フルトン国際空港に隣接する地に、ダービーダウンズという高級的な会場が作られ、以後の大会はそこで行われている。NBA の MVP プレイヤー、レブロン・ジェームズとステフィン・カリーは、アクロンの同じ病院、アクロン・ジェネラル・メディカル・センターで共に生まれている。第三校門公園ダウンタウンに立地する、第三校門公園は、その名が示す通り、 オハイオエリー運河の第三公門跡の周辺に整備された公園である。この公園は2001年、当時の市長、ドナルド・プラスケリックが設置を計画し、メインストリート沿いに立ち並んでいた、荒廃した建物を市当局が取り壊してその跡地を整備し、2003年に開園した。同園は前日のファーストナイトアクロンや、独立記念日の花火をはじめ、野外劇場でのコンサートなど、 様々なイベントの会場になっている。また、冬季には園内に屋外スケートリンクも設けられる。また、オハイオエリー運河沿いには、クリーブランドからカヤホガバレー国立公園、アクロン、マシロンを通って、ニューフィラデルフィアに至るカヤホガサミットスタークタスカラワスの4群にまたがる、全長1 6 3キロメートルの遊歩道、自転車道が設けられている。 ダウンタウンから修道59号線を隔てたすぐ、西側には、アクロン動物園が立地している。動園は1900年に、市の創設者の一人であるサイモン・パーキンスの子孫、ジョージ・パーキンス及びアン・パーキンスが寄付した79エーカーの土地で、寄贈された2匹のヒグマを飼育したことに始まった。やがて動園は、時代が下るにつれて、敷地を広げ、猿、ジャガー、ワシ、 レッサーパンダ、スマトラトラ、ライオン、フンボルトペンギン、ユキヒョウオ、コモドウオ,オトカゲ、ガラパゴスゾウガメ、ハイイログマといった具合に飼育する動物の種を増やし、トラの谷、野生の伝説、コモドウ国といったテーマ化を進めていった。また、園内には、クラゲやタコなどを飼育する、ショウエの旅と名付けられた水族館や地元オハイオ州の花木を植えた庭園もある。 市の北西部に広がるサンドラン・メトロ公園の西隣には104エーカーの海洋セーバーリング自然王国が立地している。グッドイヤーの創業者で土地の寄贈者であるセーバーリングの名を冠したこの自然公園内には地元の動植物に関する事物を展示するビジターセンターがあり庭園や3本の遊歩道が整備されている。アクロンの都市圏を形成する 各軍の人口は以下の通りである。クリーブランドアクロンカントン広域都市圏全体の人口については、クリーブランド都市圏人口を参照のこと。アクロン都市圏以下にアクロン市における1840年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。姉妹都市のケムニッツが記された同票アクロンは、以下に都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。